精神カトリック大学は、イタリア・ロンバルディア州ミラノにメインキャンパスを置く、総合大学である。1921年に創立され、ヨーロッパ最大の私立大学であり、世界で最も大きなカトリック大学である。ローマ、ブレッシャとピアチェンザ、クレモーナとカンポバッソにもキャンパスがある。2017年 QS 世界科目別ランキングによると、作録オーレカトリック大学は10科目において、 世界上位200位以内に位置づけられる。法学は51から100位、医学は101から150位、経済学は151位から200位、経営学は201位から250位といった具合である。2017年 QS 世界大学雇用ランキングによると、世界上位100位以内の81位から90位に位置づけられる。カトリック大学の創立者である内海。 アゴスティのジェメリにちなんだ大学付属病院である。ローマにある高度先進医療施設であり、イタリアでは最もよく知られる病院の一つである。病床数は1558床であり、ローマでは最大イタリア国内で2番目の規模を誇る。ローマ法王やマザー・テレサ、スティーブン・ホーキングなどの著名人が過去に入院したことでも有名である。 2021年度のニュースウィーク世界の病院ランキングではイタリア国内で1位、世界では45位に位置づけられている。またジェメッリ総合病院は2021年に国際的な医療機能評価ジャシーの認証を取得した。ジェメッリ病院、ハイブリッド手術室の様子、ありがとうございます。